はい、皆さん、マイドマイ毎ドー。昨日書いた動画の中に入れたカット展開図。あれ、ちょっと不適切なんでね。もう一回ちょっと1から考え直しだね。そんで、ちょっとね、書いてみた。はい、出しますよ。サイドのレイヤーのね、イメージライン。まあ、下に自然に下ろした状態。床に垂直だね。そうすと、赤、緑、ね。青。あの線がこう、斜めになってるでしょ。それをカットどこでするかだよね。大体、みんなさ、 切りやすい位置、前に引っ張り出して切るでしょ、ある程度。まあ、その時ね、一番ね、基準となる短いのと長いさ、青と赤問題なくもないけど、ほぼないんだよね。一番わけがわかんないのは、その中間ラインの緑の線これもさ、上から下に自然に溶かした状態で、レイヤー入れればね、特に問題ないんだけどね、やっぱり切りやすいさ、角度にさ、前、まあ、45度に引っ張り出すと、この緑の線がさ、短くなっちゃうでしょ、真ん中で。 逆に、前45度の状態で緑の線を切ると、今度は自然に下に下ろした時に長くなる図だとほら、短いのしか書いてないけどね。前斜め45度に引っ張り出した時に、まあ緑の線が短いじゃないだからあれ、あの点線のカットラインで切ると、ほら、長めに切るからってことだよね。じゃ、今度は床とね、平行に引っ張り出した場合、まあ青と赤であの急角度で切るってのはまず不可能だよね。で、その時、青と、 緑のライン。これをさ、床に平行に引っ張り出すとさ、図でわかるように、ほぼ、床と直角に、同じ長さに見えねえか青と緑に関しては、床に直角に切っちゃっていいわけだな。平行に引っ張り出したわけやな。自然に下ろせば、この角度になると。青と緑は、床に直角に切ってよいと。じゃあ、赤のラインこれはどうなのかっつったら、まあ、図面でわかるように、直角に切ったら、 短くなると。もう単純に切りすぎると。目の前の毛束だけ見て切ってだん、徐々に徐々に後ろにスライス取ってパネルを前に引っ張って切ってると気がつくとあれと。なんか原因不明のわけがわかんない。あれどうしたんだろうってなっちゃうわけだな。まあこういうのもね、よくカットを覚えたってね、あの、引っ張る角度は45度だの、床に平行だのなんてね、真面目に考えてやってるとね、正確にやればやるほどね、失敗するっつの ま、カットはね、こういうレイヤーね、やっぱり自然に下ろした状態で切った方がいいよね。あまり前に引っ張り出したり、斜め45度に引っ張り出したりしないで適当に、上から下に自然に溶かしたとき、切り口がどうなってるかよく見てね。その切り口見て、カットするつの長いとこ、切る短いとこは切らない。で、昔のカット理論はやっぱりハサミが切れねえから、髪の毛に対して直角に切るっていうのが基本だったんだよね。もちろんね、実際の頭とね、 この絵で描いたね、パッと展開術はね、まあ、全然違うと思うけどね。まあ、理論的には、こんな感じという感じでね、正確に切れば切るほどなんかわけわかんなくなるよっていうことだよね。適当が一番髪の毛をね、自然に下ろした位置で切るのが一番いいんじゃないかなと思うよね。皆さんはどう考えるかね。レイヤーうまくいかなかった人ね。一回ちょっと考え直すといいかもしんないね。この角度だの、ヘッタくるだろ、なんだろうっていうのをね。はい、お疲れ様でした。